エリートがおすすめする大学トップ20。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日はエリートがおすすめしている大学トップ20を解説しようと思います。ビジネスの世界で年収1000万円といえば一つの大きな壁であり、年収1000万円以上であれば会社員として成功したエリートと言っても過言ではありません。そのビジネスの世界で成功したといえる年収1000万円以上のビジネスマンが自分の子供に勧めたい大学のランキングが本日解説するものとなります。早速ランキングを見てみましょう。第11位から20位がこちらです。パッと見でわかるようにかなりレベルが高いんですよね。これ一つの理由としては、やっぱり自分の子供には自分よりも上の大学に行ってほしいものなんですよ。学歴がある人ほどこういうのは思ってるんですよね。そして年収1000万円以上の人ってほとんどが高学歴なので、必然的におすすめの大学ランキングは偏差値ランキングになってしまいがちなんですよね。ただね、平均年収ランキング第2位の一橋大学がおすすめの大学ランキングで12位にいるっていうのがね、ちょっと驚きですね。ちなみに皆さん、これをご覧になられてみて、第1位から第10位どういう傾向があるかって予想してみてもらえませんか。ある一つの特徴があります。ということで第1位から第10位を見てみましょう。どんな傾向があるか、ほとんどが国立大学なんですよ。なのでやっぱり国立大学志向っていうのは強いんだなと思います。私立大学のトップ2である慶応義塾大学、早稲田大学はまあもちろん上位に入ってるんですけれども、それ以外ね、ほぼ国立大学なんですよね。あとね、旧帝国大学ばっかりですね。なので年収が高い人ほど自分の子供には旧帝国大学に行ってほしいと思っているということです。そして右側に人数まとめてるんですけれども、1位から4位圧倒的すぎません？東京大学、京都大学、慶応義塾大学、早稲田大学、この4つの大学に行かせたいって思ってる人がほとんどなんですよ。確かにね、僕が親だったら東京大学行ってほしいですね。5位以下に関してはね、いきなり94から32まで下がります。これは面白いですね。ちなみに年収が高い人っていうのは、年収が高い人の考え方を持っているから年収が高いんですよ。スキルや経歴っていうのは考え方についてくるものなので、もしあなたが年収を高くしたいと思っているのであれば、トップ4のこの大学を目指した方がいいです。そうすると10年後20年後にあなたが高年収になっている可能性は高くなります。はい、この動画ではエリートがおすすめする大学トップ20を解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。